こんにちは。今日は、初めてでもよくわかる、輸出ビジネスの始め方、儲け方、取引先の探し方から、交渉、契約、輸送、決済まで、えー、ジェトロ認定貿易アドバイザーの大須さんの本のレビューをします。は、ま、じ、あ、めにですね。まあ、本当に大須さんらしいなというか、私の28年にわたる貿易人生は失敗の連続だったと。 この失敗談をですね、ネタにして書いていただいているところなんてすごく勉強になっていいなと思いました。またですね、この大塚さんが失敗例だと言ったのが、むしろ、まあ私が教えさせていただいている Amazon 室、基本的に副業から始めて大きくいく方は大きくいくと。副業で手堅く稼い方は楽しく 隙間時間で稼いでいただくというノウハウにとっては、これ失敗例ね。そのまま Amazon 輸出でやったらこれ成功例だなっていうのがいくつかありましたんで、すごく興味深かったです。特にね、やっぱさすがはもう、業界、業界というかね、長いですね。この有名な話、えアフリカのある部族の暮らす土地に行った営業マン、二人の営業マンが、 みんな裸足な、なだ、なんだから、靴なんか売れるわけがないと、一人の営業マンは言いましたと。で、もう一人の営業マンは、誰も靴を履いていないぞと、全員に靴が売れるじゃないかと。これよくね、プラス思考、マイナス思考なんかの話でも出てきますけど、まあ、大塚さんがこれ書いてるようにですね、もしも、この誰も靴を履いていないぞ、全員に靴が売れるじゃないかっていう方に感じたとしたら、相当な決意がないと、靴売れないと。 いう話をしてます。もう本当に、まあこの前書きの時点でですね、えー、すごく勉強になりました。まず大体において。やっぱりみんな話なんだから、靴なんて売れるわけがないと思って、売れるものは何だろうって探すのがですね、えー、私なんかの勧めてるやり方。あと基本的にはそういうやり方ですね。えー、これ誰も履いてないのを靴を履くように教育して売ろうというのはですね、 やっぱり普通の、えー、個人レベルとか、中小企業のレベルだと、えー、まあ分かりやすく言うと無理です。そんなような、そんなようなですね。まあ本当にあの、こう、なんか成功哲学とか勉強しゃってる人、この靴履いてないぞって方に走りがちなんですけど、現実問題それでうまくいくことはほぼあり得ないんで、まあこれすごく前書きからいいなと思いました。あと、目次なんかでもね、ご紹介していきますけど、もうそもそもこの本はですね、 まずはじめに、Amazon などを利用して個人で輸入や、えー、個人で輸出をするような、そういう話の本じゃないと、まあ、断ってますんで、まあ、この時点でですね、えー、個人でやろうとしてる人、この本閉じちゃうという方多いと思うんですけど、まあ、むしろおすすめですね。逆に、企業だと、まあ、どういうことをやるのか、えー、見本位置に出すとかね、いろんなことやったり、あの、ある程度ボリュームが必要だという話になってくるんですけど、逆にこの、 普通の企業がやるようなことを個人レベル、副業レベルでやっても儲からないというようなね、え、裏読みというか、え、発展して考えながら読む人にとっては、これすごい副業の参考書としても役立ちます。え、これに書いてあるようなですね、え、そのある程度のボリュームゾーンを狙って売っていくっていうのは、え、そもそもやっぱ副業だとやりにくいと。なぜなら、きちんとした企業が取り組むことなんで、え、片手間で好きだからとかですね、 え、老後の足しなみとか、趣味の延長でって言ってやってる方が、そもそも叶うわけがないというようなのがよくわかります。だからこの失敗事例なんかも、この大塚さんこの本の中でね、挙げてくれてるんですけど、逆にこの失敗事例と書いてある中に、大量生産できなかったとかね、市場がちっちゃかったとか、 えー、いう話がいくつか出てくるんですけど、まさにそれこそアマゾン o n 個人が取り組むアマゾン o 出で取り組むべき、えー、ジャンルだなというのがよくわかりますんで、えー、この本を読んでですね、えー、一通り、まあどういう企業がね、どういう探し方をして、逆にあの、大阪さんがどういう切り口でね、企業からコンサル依頼をされた時やってるのかよくわかりますし、逆にそれと競合するような商品を扱っても、えー、なかなか、 本腰入れて本業でやらないと儲けにくいと。本腰入れて本業でやるっていうのはね、何百万損したぐらいは、それあの、本腰入れたって言わないですね。あの、テストで何百万とか一千万とか、まあ、普通一億以下の、損失だったら別に、あの、挽回できるなっていうのが普通のビジネスのスケールですんで、ちょっと、この辺の境界がですね、ごっちゃにしちゃって大企業の真似事してる方多いんですけど、 まず、中小企業、あるいは副業でやるには副業でやる、そのためには企業がやらないところに手を出すというのが鉄則です。で企業の方は取り組むのであれば何百万、数千万の、ね、損というか、それはもう必要経費としてしょうがないというような覚悟で取り組む必要があるというはっきりとした線引きを分かる意味でもいい参考書になると思いますので、初めてでもよく分かる、輸出ビジネスの始め方、設け方。 これの書いてあることを見ればですね、展示会出したり人を用意したり、えーまあ、当然1個の商品でうまく売れるなんてありえないわけですから、それを何回か行くということを考えると、まあ、1回で300万か500万で抑えたとしても、10回行けば3000万か5000万かかるわけですから、そういう規模で企業が取り組んでます。えーまあ、方や個人の方ですね、 3000万5000万売り上げたら御の字っていう方が大部分なんで、えー、同じような探し方をしていたら良くないというようなもう切り口のやり方というのはですね、よくわかる本なんで、これがわずか1600万プラス税金で学べるってうのはですね、大変いい本を書いていただいたなということで感謝しております。ぜひ、輸出ビジネス取り込もうと思っている方はご覧になってみてください。以上。 初めてでもよくわかる輸出ビジネスの始め方、儲け方のレビューでした。